こんにちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。ゴールデンウィーク始まって、皆さんお出かけの方も多いのかなという、晴れた4月の29日、今日は昭和の日ですかね、昭和天皇の誕生日でしたっけね、という月曜日です。今日の動画は、コメントにまとめて返信ということで、2つほど、いただいたコメントを取り上げてお話をしていこうと思います。で、そのいただいたコメントですけれども、一つ目がこれですね、国士官は推薦で決めずに滑り止めで使った方がいいんじゃないのという私の動画にいただいたコメントです。受験産業は序列を作って子どもたちを迷わせています。子どもにとっては学びやすい大学を学べばいいことですというコメントをいただきました。ありがとうございます。でもう一つのコメントがですね、工業高校から数学なしで、要は工業高校に進むと、数1だけだったり数 1A までだったりというところで、数学はそこまでしか学ばない状況で、工業大学、この時取り上げたのが日本工業大学ですか、に進むのはあまりお勧めしないですよ、数学できないで工業大学だと、大学に入ってから相当苦労するんじゃないですかねというお話をしました。でその動画に対するコメントということで、それはそうだがという前置き付きで、日本工業大学大なり、日本工業大学卒ですね、大なり、東京理科大中退はガチ、本当の話ですよということなんでしょうね。このガチというのは、文部省の認定で中退は高卒、フラン大卒は学士ということなので、高卒では公務員や教員にはなれない、学歴系 YouTuber は大学中退が多い、頭いいのに高卒だというコメントをいただきました。で、私の意見をというところで、今回はコメント返信でまとめさせていただきます。で、一つ目の、こちらのコメントですね、受験産業はというところですけれども、受験産業は本当に迷わせているのというところを考えてみたんですけれども、確かにその側面、序列を作って、というところはあるのかもしれないです。ただ、受験産業、塾ですとかそういったところですね、予備校ですとか、もうご商売という側面があるので、仕方ないといえば仕方ないかもねという側面もあるのかなという気がしています。ですので、お金を払ってですね、その産業、受験産業なら受験産業のサービスを買うという形で考えるのであれば、志望校があって、その志望校に合格するために、塾なり予備校なりを、利用して、でその対価としてお金を支払うよというのが、正しい使い方ということになるんじゃないのかなと思います。何でもそうですよね、パン屋さんに行ってパンを買ってお金を払う、要は自分では焼くことのできない美味しいパンを食べたいなという、そういう欲求があって、そのためには、それに対する対価を払うよということになるかと思うので、それが正しい、受験産業、塾ですとか予備校の使い方なんだろうなと思うんですけれども、それがですね、いつしか、ねじれてしまって、塾あるいは予備校等々の受験産業が、ご自分のお子さんあるいはご自分の偏差値を上げてくれさえすれば、どこかいい大学なり高校なりに進学できたらいいのになというふうに考えてしまうと、おかしな話ということになってくるんだと思います。要は ご自分が、行きたいという志望校がないのに、塾にあるいは予備校に通って偏差値さえ上げてくれれば何かいいことがあるんじゃないかという形で、受験産業を利用しようとすると、この受験産業は迷わせているんじゃないかという、迷路に、入り込んでしまうんじゃないのかなというふうに、考えています。で、もう一つ、次のお話ですけれども、子どもにとっては学びやすい大学に進めばいい、選べばいいだけのことなんだよねというこの方おっしゃっていたんですけれども、本当に学びたいんならねという条件付きというのはあるかと思います。ですので、先ほどのこの話ですね、偏差値さえ誰かが上げてくれればどっかいい進学先というふうに考えると、これですね、自分が本当に、何かについて学びたいのかどうなのかというところ
ところはすっかり置いてきぼりになってしまって、大学なり何なりに進学していくということになるので、本当に学びたいことがあって、その学びたいことを学べる大学ということで、大学を選ぶということであるならば、この方おっしゃるように、学びやすい大学を選べば済む話だよねということになるんですけれども、まあ多くの方がそうはなってないよねというところがあって、じゃあなぜそうならないのかというところですけれども、こちらですね、そうは言うもののとは言っても、学歴で就職先が左右されてしまうという側面もあるので、これですね、少しでも偏差値を上げてくれて、どこかいい進学先に行けたらなというところに迷い込んでしまうというのがつながっているという話になるんじゃないのかなというふうに思います。で、2番目の方のこちらですね、日本工業大学卒大なり東京理科大学中退というお話ですけれども、この大なりの部分ですね、これは一体誰の基準ですか、まあ、この方はこう考えているよというところで、まあこの大なりの記号のところにこの方の意見が入っているんだろうと思いますけれども、それはもう万人に当てはまるということではなくて、人それぞれ基準がありますよねということで、まあその方それぞれの基準の方が大事ですので、まあ、ご自分でこっちの方がいいなと思ったところ、先ほどの自分がこの大学を志望するんだという形で、その志望校に、入るために受験産業を使って、で、そこに進んで、そこで本当に学びたいことがあるよということであるならば、別にいい、まあ、他人様がですね、こっちがいい、あっちがいいというのはおかしな話ということになっていくんだと思います。ですので、人それぞれの基準の方が 大切ですよねということになっていくんだろうということになってくると思います。で、まあ、そもそもの、まあ、この論理ですけれども、よく見かける論理なんですけれども、そもそも論として、東京理科大学だとどうも自分は卒業、まあ、入ることはできても卒業できなそうだから、じゃあ日本工業大学に進学しようという人はまあいないですよね。ですので、これ時系列が歪んでますよね。日本工業大学卒と、東京理科大学中退というのは、入ってみなければ卒業なのか中退なのかは分からないわけで、そもそも論、入学するときに、東京理科大学に合格した方は東京理科大学に行くでしょうし、東京理科大学に合格することができずに日本工業大学 にだけ合格した方は日本工業大学に進学することになってしまうわけですから、それは入学前の、まあ、入試等々の、まあ、高校3年生でしたら高校3年生の入試の段階の話 で卒業するか中退するかというのは、それからあと、まあ、中退の場合は1年目で中退なのか4年目で中退なのかはある幅のある話ですけれども、その後の話ですので、その時系列が違うものをガッチャンコくっつけて、それを比較してどっちが大なりどっちが小なりという話をしたところで、そもそも論、そんな人いないよねということなので、まあ成り立たない理論なんじゃないのかな。で、この手の理論は、まあ結構ネット界隈では多く見かけられるということになるんじゃないのかなというふうに思います。で、注意すべきことというところなんですけれども、こちらですね、まあ、こういった理論に引きずられてですね、先ほどのこちらですね、とは言っても、学歴、就職先左右されるよねというお話につながっていって、まあ、先ほどのこの方ですね、そもそも論で、時系列の違うものをガチャンとくっつけて、こっちが大なりだこっちが小なりだという、ネット界隈であふれる話にありがちなことで、これですね、注意すべきは、相関関係と因果関係はしっかり区別しないと、迷路に迷い込む、まあ、きっかけというか元になりますよということをがあると思います。アメリカだったと思うんですけれども、もううろ覚えなんですけれども、こんな実験というか、統計というかがあって、コーヒーが好きな人には肺がんが多いという、統計結果が出て、じゃあコーヒーを飲むと肺がんになるのかというのは、これ因果関係という形で、コーヒーが原因で肺がんを、まあ
肺がんに罹患してしまうのかという、ことを調べた結果、結局のところコーヒーが好きな人っていうのは、喫茶店等々でコーヒーを飲むときにタバコを吸う人が多いよね。なので、タバコを吸う、要は喫煙者に肺がんが多い、こちらが実は因果関係で、コーヒーが、好きな人に肺がんが多いというのは、ただ単なる、原因と結果の関係ではなくて、ただ相関している、数字が似通ってるよねというだけの相関関係だったというお話を以前聞いたことがあります。で、これと同じような話で、高学歴だから、高収入なんだというやこちら向きだけの矢印を考えたときに、これは本当に相関関係、本当に因果関係なのか、高学歴でありさえすれば高収入になれるのかという原因と結果の関係なのか、それともたまたま数字が似通っている相関関係なのかというところはしっかり注意しなければいけないところで、世の中を見回してみると、低学歴でも、なれる仕事で、高収入を稼いでいる人というのも、たくさんいるよね。で、高学歴なんだけれども、低収入の人というのもいるよねというところを考えると、一概にですね、学歴さえ高ければ、収入が高くなるよねというのが因果関係であるというのはなかなか言いづらい側面というのもあるんじゃないのかな。もしかしたらただの相関関係かもしれないよね。他に原因となるもの、例えば先ほどのコーヒーが好きだからの部分が高学歴ですね。で、肺がんが多いが高収入なんですけれども、じゃあコーヒーを飲むと肺がんになるという原因と結果の関係ではなくて、コーヒーの好きな人は、タバコを吸う率が高いよねという何か別に理由があって肺がんにつながっているというふうに考えると、高学歴の人には、こういう理由、こういうことを、こういう傾向がある人が多いよねという、その別の理由によって高収入に結びついているということも考えておかないと、一概にいい学歴さえ積めばという話にはなっていかないのかなというところがあります。ただ今度 そういう話をしだすと、逆にこういう話も出てくるので、というのがこちらですね、低学歴でもなれる仕事で高収入の人もいるんだから、低学歴でもいいじゃないかという言い訳にもこれまたならないでしょうし、高学歴でも低収入の人もいるよねというところにだけ着目して、じゃあ高学歴になるっていうことは意味がないんじゃないのというのもおかしな話ということになってきますので、そこをどう考えるのか、そこがこちらの人それぞれ基準、その人の基準の方が大切ですよね。その人はどう考えるのかというところにつながっていくんだと思います。で、こちらの方勘違いされていたのかもしれないですけれども、高卒では公務員になれないと、書いてありましたけれども、高卒での公務員枠というのもありますので、大学に入ってまで勉強はしたくないんだけれども、できれば公務員になりたいなというお考え、それがその方の基準ということで、そういう進路を選びたいということであれば、そういう道もありますよということになっていくんだと思います。で、ただ、高卒では教員になれない、この方おっしゃってましたけれども、資格という面で、教員にはなれませんよ。確かにそれはその通りということになりますけれども、採用試験に受かるかどうかは別の話ということになってきますので、教員になりたいという目標があって、先ほどのこの話ですね、東京理科大学に受かったのに、中退しそうだから、じゃあ自分は日本工業大学に行ってしっかり卒業しようと考える人はまずいないですよね。東京理科大学に合格してしまえば、東京理科大学を卒業した教員になろうと思って、進んでいって、行った結果、何らかの理由で中退になってしまいましたよね。じゃあその時どう考えますかというのは後の話ということになってきますので、時系列はしっかり、時系列順に物事は考えた方がいいですよというお話になっていくんだと思います。
で、私なりの結論ですけれども、こちらですね、なるべく多くの情報を集めていただいて、で、自己責任で取捨選択をして、集めた情報をですね、取捨選択していただいて、で、何よりも大切なのは集めて、取捨選択して、これは大事だな、これはいらない情報だなという形で選択した、情報をバランスよくですね、使っていただいて、で、ご自分あるいはご自分のご家庭のお子さんにとって、どういった道がどういった進路が合っているのかという、人それぞれの基準というのをしっかり見極めていただいて、でその基準の中で、受験産業を使うということになるのであれば、その基準に見合った志望校をまず先に見つけていただいて、でその志望校に合格するためにサービスを受け取る、その対価としてお金を払う、そのための塾予備校なんだという形で考えていかないと、一番最初にお話をした、塾にさえ行けば偏差値を上げてくれて、どこかいい進学先に行くことができて、でその時の進学先というのは、日本工業大学なのか東京理科大学なのか、どっちがいい、どっちが偏差値が高いで選んだ結果、どういう進路になってしまうのかはよくわからないよね、でも、なんとなくモヤモヤっとした中で学歴さえ高ければ収入は高くなるんじゃないの、よくわかんないけどそんな傾向があるんじゃないの、モヤモヤっていう形で、お子様の進路を決定してしまうことの方がもしかしたら、怖い話なんじゃないのかなというふうに思っています。ですので、そんな形で、情報を集めて、自己責任で取捨選択して、でお子さんに合ったバランスを、取っていただいて、で、その情報の中から進路を選んでいただければな、そんな風に考えています。では今日のお話はここまでです。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。